こんにちは、スタルケルです。皆さん、今日11月11日といえば、そう、このポッキーの日なんですけど、なんとこのポッキーがロボットになったおもちゃがあるので、今日はそれをレビューしていきたいと思います。それがこちらです。韓国で発売されているポッキーロボです。それでは早速見ていきましょう。ということで、韓国にもポッキーあるのって思った人いると思うんですけど、韓国にポッキーはないんですよ。どういうことかっていうと、韓国にはポッキーにめちゃくちゃ似てるペペロっていうね、お菓子があるんですけど、それがね、ロッテから発売されております。韓国のロッテから発売されております。ということで、韓国にはね、日本で売ってるお菓子に似たようなお菓子がね、たくさん売ってるんですよ。まあ、なので厳密に言えば、これポッキーロボじゃなくてペペロロボなんですけど、はい、ちょっと分かりやすいようにポッキーロボにします、今回は。で、なんとこの今回のこのポッキーロボなんですけど、日本で発売しているこのうまい棒ロボっていうのがあるんですけど、これともうほぼほぼね、作りが一緒なんですよ。うん。で、まあ、しっかりとこのね、まあ、金型とかをね、こう正規に流用してるのかはちょっと不明です。まあ、ということで早速見ていきましょう。ペペロロボですね。このロボットからこのポッキーにね、変形するよっていう感じです。はい、裏を見ると変形のさせ方が載ってます。それでは早速開けていきましょう。中身を取り出すと、ポッキーロボ本体が入っています。で、見た目はこういう感じになってます。で、元のうまい棒ロボと比べるとこういう感じですね。うん、ほぼほぼ一緒ですね。この側の腕とか足とか、この体のパーツ以外はもう全部一緒ですね。で、ここのね、真ん中にこういう塗装というか、まあ、印刷がされてるんですけど、これかわいいですね。うん。で、あと違うところはこの目の塗装ですね。ポッキーロボがこっちシルバーなのに対して、このうまい棒ロボは黄色ですね。うん。で、後ろのあのネジ止めとか、このピンとかですね、もうほぼほぼ同じ感じですね。パーツ構成もだいたい一緒で、ここですね、このチョコとこのスナックの部分のちょっと色分けのおかげで、このパーツ数が2つに増えてるくらいかな、うん、だと思います。まあ、という感じで、このロボットの、まあ、稼働も一緒ですね。はい、こういう感じで腕が回ったり、手首が回ったり、あとこの顔ですねの回転と、はい、この足の稼働で、ロールで、足もこのロールと、はい、こういう感じで動かすことができます。結構ね、稼働多いんですよね。まあ、ということで、早速ポッキーに変形させていきたいと思います。まずはこの頭の部分を押し込む。はい、このように伸びたら、次はこの腕ですね。腕のこの拳を内側にしまう。反対側も内側に収納して半分に閉じる。で、この時にこのこれを2つとも合わせて閉じると。はい、そしたら次、足ですね。足をこの向きにして、で、こっちの、はい、このつま先を合わせる。反対側もこのように向きにして、このつま先をこのように回転させると。このような感じになったら、あとはこのヒンジの部分を下げて、で、この内側のヒンジを上に上げると、このようにくっつけることができるので、この2つを合わせます。はい、足もこのように合わせたら、これでポッキーモードです。どうでしょうか。すごい、もうポッキーですね。もうめちゃくちゃでかい、もうペンライト並みの太さのポッキーが出来上がりました。で、元のうまい棒とね、比べるとこういう感じになってます。うまい棒はもともとね、このぐらいの太さだからいいんですけど、
ポッキーって太くないですよねっていうところがちょっとこの商品のね面白い部分というかツッコミどころなんじゃないでしょうか。うん、いやでもいいですね。なんかこの色が可愛いですよね、茶色とオレンジっていう。で元のねポッキーと比べると、はい、こういう感じでも全然違いますね。もう50倍くらいあるんじゃないの。うん、すんごい太くなってます。でちゃんとポッキーのこの焦げ目みたいなところも再現されてるっていうところがね、個人的にはすごいいい再現ポイントだなと思います。それでは最後、このうまい棒ロボって明太味と2体合体させることがねできたんですよ。ということでこのポッキーのロボも合体できるのかちょっとやってみたいと思います。完成、うまい棒ポッキーです。どうでしょうかこれ実はこう乗っけてるだけなんですけど、まあ合体できなかったというか、なんでかっていうと、このねチーズ味と合体する明太味ってあのチーズ味と違うね作りをしてるんですよ。まあでこのポッキーがこのチーズ味と同じ造形してるので、ということは明太味とポッキーなら合体できるっていうことになります。まああのただ今ね明太味は手元にないので合体はできないんですけど、とりあえずこのねチーズ味ポッキーでねちょっと我慢していただければなと思います。いや結構ねこの色がねいいので、ポッキー、うん、映える感じがしますよね、ロボとして。こういう感じです。ということで今回のこのポッキーロボのレビューいかがだったでしょうか。今回成型色がこの緑のやつだったんですけど、あと確か赤とか青とかもあったはずです。まあ、っていう感じなので、あの気になった方はぜひ探してみてください。ということで今回の動画いいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。